の始まりました。よろしくお願いします。クラスへようこそって感じ。若い心をテストして試してみる場所です。あー、なんか傲慢なやつだなこの先生。12+17、29でしょ。なんかね、この左上にイライラ度があって、これがどんどん溜まってくと多分まずいのかな。レモン先生が怒っちゃうみたいな感じ。待って待って、なんかもう負けるんだけど。ちょっと、見えない見えない見えない。28。16-28。ちょっと待って、最近あんまりちょっと計算してなかったから。これでいいのかな。あれ今押したよね今。3。あ、これ押さなきゃいけないんだ多分。あ、じゃあ俺全然正解できてなかったわ。お、いい感じいい感じ。で、星がどんどん今溜まってる状態なのかな。42で、はい、OK。Good job, good job. でもイライラがね、なんか7個溜まってるから、これ結構まずい状況なんじゃないですか。ここに一応時間があるみたいだね。もう なんでこのレモンなんだこの先生。そもそも観察しよう、まず先生を。お、え、何、終わり今ので。だ、星が溜まったからね、ちょっとアイテム買ってみようよ。え、このハンマーとかさ、買えんじゃないのね。え、めっちゃ買えるけど。じゃあハンマーちょっといっぱい買っとくか。いろんなのを買え。あ、持ってきてくれてありがとうって。あれ、まだイライラしてんね。うーわ、また難しい。え、なんかこれを間違えたらすげえマイナスにされるっぽい。ちょっと意味がわからない。え、意味がわからない。意味がわからない。え、どういうこと？意味がわからない。え、しかも同じ問題じゃない ?ABC。これの問題の意味がわかんない。怒ってる。メモリー？あ、記憶力テストみたいな感じ。あ、三角丸丸丸。ちょっと見えなくなってきた。見えなく、三角丸丸丸ね。三角丸丸丸。何の問題？読めん。よくわかんけど、この右から2番目クリックして。あれ？待って、10溜まった。ひどいです、あなたの。え？何？暗くなった。レモン先生、怒っちゃった？何？裏レモンみたいな感じになった。これを間違えたらかなりまずい結果になるんじゃないか。ひどいこと言ってる気がする。どういうこと？あ、じゃんけん的な問題かな。私を失望させないでくださいみたいな感じ。3回プレイするって。じゃんけん3回勝負もしかして。なんか負けたらちょっと罰ゲームがあるっぽい。え、もうこれ授業関係ある。はい、どうですかこれで。はい、はい、レモン先生、君は何で来るんだ。ちょっとまずいぞ。許す。え、大丈夫？3回勝負で呼んでた。おー、痛いです。じゃあ次はペーパー。速さが重要。ペーパー。あ、こいつ、ちょっと、後出しじゃんけんしてるでしょ？後出しじゃんけん。おー、何、見えなくなってっけど。なんでこういう嫌がらせすんの？一番右選んだから、あ、ハサミだね。何出したんだよ。まあ、反応で見るしかないよな。待って。レモン先生クリックできない。ふざけんな、マジで。しかもなんかいきなり飛ばされて、ウェブで画像開かれたんだけど。